どうもチョロです。ポケゴの PVP の動画上げさせてもらっております。今回はですね、メルメタル、カビゴン、ギラティナっていうパーティーでね、潜ってみようと思ってます。以前にですね、カビゴン、メルメタル、ギラティナっていう順番のパーティーは使ったことがあるんですけれども、ちょっとね、環境が変わってメルメタルをね、初手にした方がなんか良さそうだったんで、まあそういう形にしてみました。で、まあ初戦なんですけれども、こちらメルメタルで、相手メルメタルですね。これはまあ五分の戦いなんですが、一応ね、CP はこちらが勝ってるので、多分ね、攻撃はこちらが先行取れるんじゃないかなと思ってますね。ただ、ここでね、メルメタルを消耗してしまうと、裏にね、ディアルガがいた場合、ちょっとね、こちらのパーティー的に辛いので、ここはね、賭けなんですけれども、バカ力当たったんで、ギラティナを出していくことにしました。で、相手がここでユアナライを打ってきて、で、下げてくるかなと思ったんですけれども、これね、下げてこなかったんですよね。なんでだろうな。このタイミングはどう考えてもギラティナが有利なので、ここは突っ張るところじゃないと思うんですけれども、相手からしたらね、ゲージを貯めて後ろに下げた方が、まあ、得策なのかなっていうふうに思ってるんですけれども、ちょっと、謎の動きですね。これは、あれなのかな、メルメタル突破されちゃってもいいのかなっていう感じですね。あるいは裏にあれですね、メルメタルによほど強いポケモンがいるのかなっていう感じですかね。あるいはギラティナに勝てるポケモンがいないというか、まあ、ちょっとわからないですね。で、とりあえず相手の、メルメタルを倒していって、ここで出てきたのがギラティナだったので、これはあれですね、ラッキーですね。こちらカビゴンがいるので、このバトルは相手の3体目がね、何が来ても結構対応していけるかなって気がしますね。こちらメルメタルとカビゴンが、まあ、結構なんだろう、幅広く見ていけるので、この2体で。で、まあ、ギラティナに関してはね、カビゴンがね、圧倒的に有利なので、まあ、これは戦っていけるかなと思います。で、相手が出してきたのがグラードンで、これはあれですね、カビゴンである程度削ったら、もうメルメタルを投げちゃって OK ですね。ギラティナはもうカビゴンで倒せるので、相手のね、グラードの技はね、食らわないように注意しながら、戦っていって、まあ、地震が来たらちょっと嫌だかなって感じですね。まあでもここでおそらく相手地震打ってくるかな。なので、まあ、ゲージ張って、で、まあ、ここでメルメタルを出していこうかなと思います。そうすることによって、相手はね、ゲージ技吐かなきゃこちらのメルメタル倒せないですし、その間にね、メルメタルのバカ力でどんどん削っていけると思うので、まあ、ほぼ、もう勝ちは揺るがないんじゃないかなと思ってますね。で、こちらはバカ力をとりあえず打っていって、で、おそらく次の相手の技より先にもう一発バカ力打ち込めると思うんですよね。まあ、でもどうだろうな。でもぶち込めないか。まあ、しょうがないですね。まあでもこれは食らっていって、で、あとはカビゴンでね、詰めていけばこちらの勝ちですね。もうのしかかりでほぼ落ちていく、HP 圏内ですし、裏のギラティナはね、カビゴンで、一周できるので、まあ、これを、この勝負はあれですね。どうだろうな、相手、あれですね、メルメタルに対して、こちらがメルメタル引いてギラティナを出したに対して、裏が対処できなかったのがあれですかね、敗因ですかね。そうですね、ギラティナに対してギラティナ後投げしても相手的にはちょっと辛いですし、かといってカヨウガ出したところで、カヨウガじゃないや、グラドン出したところで、まあギラティナに勝てないので、まあ、そこでちょっと相手的には辛かったのかなって気がしますね。で、まあこれはね、まあご存知の通りだと思うんですけれども、怪しい風が来ようが、シャドーボールが来ようが、カビゴンはね、ノーシールドで戦っていけるので、あとはもうあれですね、時間の問題ですね。地震打っていって、下で舐めていけば、こちらの勝ちは揺るがないかなって気がします。そうですね。まだ一匹いましたね。グラウンド避けたのか。まあでも OK っしょ。こちらであれですね、のしかかり打っていけば、これでこちらの勝ちは確定なので、まあ、こちらシールド残ってるのでね、まあ大丈夫だと思います。対戦ありがとうございました。これ、まあ、やってる人ならわかると思うんですけれども、もうメルメタル同士の対戦って嫌ですよね。お互いになんかこう、岩なだれを打つぞ、バカ力を打つぞって牽制し合いながら、どっちが先に打つか、様子を見ながら戦っていくっていう、あれはちょっと辛いですね。なので、まあ、そこギラティナに逃げたんですけれども、まあ、それが先ほどの試合では功を奏しましたね。で、まあ、次のバトルなんですが、こちらメルメタルで相手、カヨガですね。
これ出し負けているのでバカ力を打って、まあ、ダメージを与えて、で相手の波乗りのタイミングで、まあ、ギラテナを出していこうと思うんですけれども、これあれですね、多分打ってこないですね。最近は即打ちしてこないですよね、うん、で相手が出してきたのがギラティナで、これはどうだろうな、だいぶ先行で相手より出てるので、これシャドーボールと怪しい風打っていけそうな気がしますね。もしかしたら対面取れんじゃないかな、これ。そうですね。カヨウがね、こちらギラティナ出した後に、滝登り2発ぐらい打っていったので、これシールド貼っていけば、これ対面取れるような気がしてますね。なので、ここはシールド貼っていって、ここで怪しい風を打っていって、まあ相手がシール貼ってくれればそれはそれで OK ですし、まあ十分戦っていけるかなと思います。で、怪しい風打っていって、これ貼ってこなかったので、これ対面取れましたね。なので、まあどうだろうな。ちょっと、まあまだちょっとわからないですね。まあでもこれ波乗り打たれるので、まあこれは受けていって、で、こちらは、これやられたらどうしようかな。カビゴン出していこうかな。相手のラストが、あれですね、突撃数の可能性があるので、ここはもうカビゴン出していって、戦っていくって感じですね。これ有名なあれですよね。海洋がガチャですよね、おそらく。まあ、海洋が、リアルが、あと一体何っていうやつなんですけれども、まあ、大体突撃数だったり、ギラティナオリジンだったりするんですけれども、まあ、あれですね、もうここはもう賭けですよね。相手の裏が、トゲキスだったらこちらの勝ちですし、まあ、ギラティナだったらちょっと辛いかなって気がしますね。で、これね、相手ね、ここシールド貼ってきたんですよ。で、これ見て思ったのが、これね、相手、カビゴン嫌がってんじゃないかなと思って、ここでね、なんすかね、海洋が突っ張ってくるってことは、そういうことだと思うんですよ。カビゴンを、裏に当てたくないっていう気持ちがあるのかなと思って、ちょっとね、これは、そう思いましたね。で、まあ、これ、のしかかり打っていって、で、ラスト出てきたのが、ギラティナでしたね。やっぱり、あれですよね、裏に、ギラティナいましたよね。カヨがね、シール貼った時点でそう思いました。で、ここは相手の技のタイミングで、メルメタルを出していって、まあ、縦にしていくって感じですね。で、これね、ラッキーな、これ、竜の波動だったんですよ。これはね、本当にね、大ラッキーでしたね。これあのままカビゴンで戦っていたら、やられていたので、まあ、交代受けのタイミングでぴったりね、ハマって、まあ、ただのラッキーだったんですけれども、まあ、おかげでね、これはちょっと、あれですね、相手シールド残ってるんですけれども、なんとか突破できそうな、ちょっと巧妙が見えてきましたね。本当にね、なんすかね、虫の知らせというか、まあ、見聞色の覇気といいますか、それでね、なんとかね、かわすことができたんで、まあ、よかったかなって気がします。で、おそらくこれはね、シャドーボールだと思いますね。なんすかね、竜の波動を持ってるってことは、まあ、なんすか、シャドーボールはね、切らないと思うんですよ。怪しい風だとちょっとね、火力不足なところがあるので、なのでね、これで相手のゲージなくなったので、これは戦っていけますね。これでシールド剥がしていって、で、まあ、効かないんですけれども、こののしかかりで相手を落とすことができると思うので、まあ、こちらの勝ちなのかなって気がしますね。そうですね、これで相手に痛みを与えてこちらの勝ちですね。対戦ありがとうございました。いやー、もうあれっすね、火曜ガチャはやめてほしいですよね。もうほんと3体目ね、何がいるかによってね、もうラスト1体で勝負が決まるっていうパーティーなので、ちょっとねあれですよね。まあ、今回はね、相手が火曜がね、シールドね、貼ってきたところ、あそこでね、ピンときましたね。裏が多分、ギラティナなんだろうな、ってことが。で、まあ、次のバトルなんですが、こちらメルメタルで相手ディアルがですね、一応これは出しがちなんですけれども、シールドをね、2枚しっかり貼られるとちょっとめんどくさいタイミングではありますね。で、これ相手が先に技打ってくれたので、これはまあ受けていこうかなと思います。これまあ受けていっても全然ね、何飛んできてもやられないので受けていって、で、相手に逃げられない様子を見ながら100まで貯めてバカ力を打ってきます。で、おそらくなんですけれども、相手視点ではバカ力を2連発で打ってくるっていうふうに思ってると思うので、これね、引いてくると思うんですよ、すぐ。なので打たないで、こちら様子を見て、で、ここでカビゴン投げたんですけれども、これあれですね、失敗でしたね。これね、間違えました。あかんですね、これは。ギラティナを投げるべきでしたね。
ギラティナ投げてれば、この波乗りに貼る必要がなかったので、ちょっとね、間違ってね、これカビゴンしちゃったんですよ。でね、これ、順番こそ違えど、この時点でね、海洋がガチャの、なんか違うパターンなんじゃないかなと思ってます。リアルが海洋が飛びキスっていうね、パターンかなと思ってて、これは本当大失敗でしたね。ここギラティナ出していれば、この海洋がをね、結構ね、起点にね、戦えたので、なんでこれカビゴンしちゃったのかな、ちょっとね、後悔してますね。まあでも後悔してもしょうがないので、まあなんとかね、カビゴンで戦っていって、でもこれ対面取りたいんですけれども、ちょっとね、シールが張らないとこれ対面取れないですね。で、まあここで、のしかかりを打っていって、でね、おそらくね、相手これね、シール張ってきますね。そうですね。張ってきて、対面を取りに来ると思います。で、ここでこちらは、あれですね、ギラティナを出していって、で、まあ、これ波乗り飛んでくるので、まあ、これは波乗りはしょうがないかな。まあ、受けていって、で、戦っていくって感じですね。で、相手が戻してきたのが、あれですね、リアルガだったので、ここでメルメタルを出して、バカ力でとどめさすんですけれども、まあ、見ての通りね、もうこれしかもうね、HP 残ってないんですよ。これはちょっときついですね。本当にね、相手の裏が、トゲキスだった場合、まあ、こちらの負けがほぼ確定したかなっていう感じです。ちょっと残念ですけれども、カイワのところでね、投げたのが失敗だったかなって、カビゴン投げたのが失敗でしたね。で、案の定ここ出てきたのがトゲキスで、これはちょっとね、間に合わないですね。ここで、シャドウボールを打っていって、で、まあ、次のね、怪しい風、以前なら打てたんですよ。ゲージがね、少なかったので、ゲージの消費が。でもね、これ、ね、絶妙に打てないね、ゲージ量になっちゃったんですよね。なので、まあ、こちらは負けですね。対戦ありがとうございました。いや、もうあれっすね。もうなんであれなんだろう。海洋ガンにカビゴン投げちゃったんだろう。マジ大失敗でしたわ。ギラティナ投げてればね、本当にね、勝てたかなって試合でしたね。で、まあ、次のバトルなんですが、こちらがメルメタルで、相手が、メルメタルですね。これはまためんどくさいですね。まあ、なので、こちら先ほどと同じように、バカ力をある程度貯めたら、もうどんどん打っていって、ギラティナに交代しちゃおうかなと思ってます。これね、普通なら2発分貯めて打っていくっていうのがセオリーなんですけれども、ちょっとね、セオリーと違う動きをして、戦っていくってことに決めました。裏にね、本当にね、ディアルガがいた場合、こちらね、本当辛いことになるので、ならさっさとね、バカ力を当てて、もうギラティナ出していって、で、あれですかね、ゲージのアローを取って戦おうかなってことで、まあそういう作戦を取ることにしました。で、まあここでシャドーボールを打っていって、で、まあこれはね、まだ張ってこないかな、相手は。耐えられると思うので、これは張ってきて、で、あれですね、こちら先行で出てるので、その分に怪しい風をね、これ打っていけると思うんですよね。まあ相手が技を打ってきたらダメなんですけれども、で、まあこれはね、受けていこうと思います。これ受けていって、で、まあこれで相手ゲージ入ったんで、ここはあれですね、メルメタルでこいつをガン起点にしながら、裏のね、メルメタルに対抗できるようにゲージを貯めて戦っていこうかなと思います。で、そろそろ技が飛んでくるかなって、このタイミングで岩流れを打っていって、相手にシールとか技の核を取らせたって感じですね。で、まあ、おそらくこれは張ってこないと思います。張ってこないですね。で、まあ、メルメタルが戻ってくると思うので、こちらはバカ力を打っていって、まあ、相手はこれ張らないとやられてしまうので、まあ、当然張っていきますよね。で、ここで相手に、シールドを使わせて、で、相手もね、バカ力ね、すぐ打ってくるんじゃないかなと思いますね。そうですね。で、ここでバカ力を打ってきて、で、あれですね。で、相手はもう2発分溜まってるかな。多分溜まってると思うので、まあ、あれですね。あれなんですけれども、これ2発目はね、受けても OK だと思ってますね。相手、攻撃力下がってますし、これ耐えられると思ったら、これ受けてきました。で、ここでバカ力を打っていって、これ相手張らなければ突破できますし、張ったら張ったで、あれですね、シールラウンド取って戦えるので、まあ、カビゴンの目も十分かなと思ってますね。で、相手がここで出してきたのが、トゲキスだったので、これはもうすかさず、あれですね、カビゴンを出していって、でも相手シールド残ってないので、これはあれですね、CCT をしっかり決めていけば、こちらのカビゴンが、相手のメルメタルをね、突破できると思うので、十分戦っていけるかなと思ってます。
で、まあ、これ、まあ、まあ、まだね、原始の力だと思ったのを受けていって、で、あれですね、ちゃんとタイミングを見て、のしかかりをどんどん打っていって倒すっていう感じですね。で、こちらのメルメタルは、ゲージを半分ぐらい溜めて、後ろに下げてますし、シールドも残っているので、この突撃室さえ突破してしまえば、あれですね、裏のメルメタルにしっかりバカ力を当てて倒すことができるので、まあ、勝機はあるかなと思ってますね。うん、で、こちらは最後にもう一発のしかかりを打っていって、これで相手の突撃室を突破して、で、メルメタルが戻ってくると思うので、こちらもすぐメルメタルを出していって戦っていくっていう感じになると思います。うん、ただまあ交代タイマーが来てなかったので、まあちょっとね、あれでしたね。うん、で、まあ少し起点にされちゃったんですけれども、まあさすがにね、こちらシールドも残ってますし、あと一発二発でバカ力溜まるので、これはあれですかね、先に打っていけるんじゃないですかね。うん。だからね、まあここでバカ力を打って、相手のメルメタルを突破して、このバトルは勝ちですね。うん。やっぱメルメタルはこの回転力が、うん、最大の魅力ですよね。うん。だけでも対戦ありがとうございました。どうなんですかね、これメルメタルね、2発貯めて、打っていくっていうバカ力をメルメタル対面では打っていくっていうのがセオリーなんですけれども、まあ、途中でギラティナを出したこの作戦は割とうまくいってるのかなっていう気がしてますね。で、まあ、次のバトルなんですが、こちらがメルメタルで相手カヨがですね、これ出し負けてるので、また波乗りのタイミングぐらいでしっかりバカ力を打って、で、引いていこうかなと思います。で、ここで、バカ力を打っていって、で、まあ、ギラティナをね、ここですぐ出していけば、とりあえず相手の波乗りのタイミングではあるので、まあ、うまくかわせるかなと思いますね。まあ、でも最近打ってこないんですけどね。で、ここで相手が出してきたのがトゲキッスで、これは OK ですね。こちらメルメタルを今度はちゃんと残してあるので、うん。ここでシャドーボールを当てていって、で、あとは裏のメルメタルで、こいつを起点にしながら戦っていけば、出し負けもね、うまくひっくり返せるんじゃないかなと思ってますね。まあ、ちょっとね、まだわからないですけれども。で、まあ、ここで、こちらは、怪しい風が打ってたので、これを打っていって、ね、まあ、これは相手張らないとね、やられてしまうので、ここはシールが張ってくるかなと思います。で、なんとここでバフがかかって、これ大きかったですね。これのおかげで、このトゲキスを突破できて、対面もキープできて、まあ、シールドもね、アドを取った状態で、カイオーガを迎え撃つことができたので、うん、かなり大きかったですね。で、これは、どうしようかな。カビゴンから入るかな。相手ゲージ溜めて後ろに下げてるので、まあ、波乗りすぐ打てる状況だと思うので、これはカビゴンから入っていって、まあ、相手にゲージをね、吐かせて、まあ、それから、うん、メルメタルを展開していくっていう動きを、まあ、取っていこうかなと思います。まあ、あるいはもうこのままカビゴンで突破しちゃってもいいかな。うん。まあ、相手のラストが何かにもよるんですけれども、で、ここで相手が出してきたのがディアルガだったので、まあ、これはもうメルメタル合わせればこちらの勝ちですね。うん。対戦ありがとうございました。はい、いかがでしたでしょうか。うん、今回ね、メルメタル同士の対面では、あれですね、バカ力を2発貯めずに、1発先に打ってから、ギラテに交代っていう動きを取って戦ってみたんですけれども、割とね、これで勝てたんですよね。まあ、相手の裏にディアラガがいなかった、まあ、いたか、まあ、うん、まあ、いても、こちらのゲージが先に打てたので、まあ、どうかなって感じですね。なので、意外と悪くないかもしれないですね。メルメタル同士の対面ってやっぱめんどくさいじゃないですか。お互い、牽制し合って、岩ならでを打ってブラフ打ったりですとか、バカ力を先に打ってくれた方が、攻撃と防御が下がるので、まあ、後に打った方が楽だったりですとか、まあ、いろいろあるので、もうそれだったらね、潔くこちらはバカ力2発貯める前ぐらいにも1発打っちゃって、で、まあ、ギラテナに引いていって、で、こちら先に出てるので、裏からね、ディアレガが出てきた場合も、ちゃんと、シャドーボールと怪しい風打っていけますし、で、メルメタルがね、こちらのギラテナにゲージを吐いてくれたら吐いてくれたで、またメルメタルを出した時に、あれですね、こちらのメルメタルと、ゲージの差がね、そんなない状況で戦うことができるっていう、アドがあるので、まあ、悪くないのかなって気がしますね。で、まあ、ディアルガが追ってきた場合は、さっき言ったように、まあ、シャドーボールと怪しい風打っていけますし、で、残ったギラティナを今度は起点に先に引いたメルメタルがゲージを貯めることによって、で、また戻ってくるメルメタルに対抗できるっていう動きを、取ることができると思うので、うん、まあ、3体目にはね、ギラティナがいた場合はちょっと辛いんですけれども、うん、
できる、気がしているので、まあ悪くないんじゃないかなと思いますね。なので、まあしばらくね、メルメタル同士の対面は、ちょっとそれでね、潜ってみようかなとは思ってますね。まあ実際どうなのかわからないんですけれども、で、まあこのパーティーはね、結構ね、フレンドさんとか、まあ知り合いも使っていて、で、なんすかね、シーズン1から、いや、プレシーズンかなの頃から通して、このパーティーでね、毎回ちゃんとね、ランク順位に到達しているようなね、フレンドさんが使っているので、まあ、信頼とね、実績のパーティーなんですよ。なのでね、まあマスターリーグで、まあ、パーティーを組むとしたら、まあ、とりあえずこの3体、まあ、3つぐらいね、ベーストするパーティー作った方がいいと思うんですけれども、この3体を、なんすかね、順番を変えながら、戦うパーティーを、まず1つ、あれですね、キープしておくっていうのを、おすすめしますね。それだけこのパーティーはハマると強いです。やっぱりねギラティネに対してねカビゴンが圧倒的に強いっていうのが、まあ、ポイント高いのかなって気がしますね。あとは、まあ、回転の速いメルメタルとあとギラティナですね。なのでまあそこであれかな、戦いやすいのかなっていう気がしますね。まああとはどうだろうな。あとは他にあと2つぐらいベースのあるねパーティーをまあ、ディアルガとか入れてるパーティーでいいのかな。まあ、作ってみると、で、あれですね。で、環境を見ながら、そのパーティーを、入れ替えて戦っていくっていう風にすると、レート上げやすいんじゃないかなって気がしますね。というわけで、まあ、いかがでしたでしょうか。今回の動画が良かったかなと、よかったと思う方は、いいねとチャンネル登録よろしくお願いいたします。あとは、ポケモンの詳細に関しましては記事にして概要欄に貼っておきますので、そちら見ていただけると幸いです。ではご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。